よくわからん。夏は股間が痒くなる。ボーン。はい、今日は誰でもできますお楽しみください。実演、ボロボロのトランプを1枚持ってきました。窓が開いております。では人差し指と親指を出してください。ここつまんでいただいて、力抜いてればクイーン向こう向ける状態になっております。これができないようにグッとしっかり握っていてください。この状態では身動き取れません。このように折りたたむとクイーンさんがこんにちはしております。折り曲げて折り曲げて、さらに広げていくとクイーンが窓を通り抜けます。はい、では解説していきます。原理は各自でお考えいただくとして、作り方だけ説明していきます。作ることさえできれば誰でも行うことができます。トランプを1枚用意してください。絵札を使えば穴の中からこんにちはすることができます。まずカードに折り目をつけていきます。3分の1をこのように折って、3分の1をさらにこのように折って折り目をつけていきます。折り目を2箇所つけることができれば、今度は縦にこのように半分まで折り曲げていきます。こちら側も半分まで折り曲げていきます。このようにして計4箇所しっかり折り目をつけます。そしたらカッター等でこちらに切れ込みを入れてホールを作成します。これさえできてしまえば、あとは自動的に行うことができます。どのような演出でも構いませんが、外側にこのように突き出して人差し指と親指でつまんでもらいます。まず穴の中からこんにちはするようにこのように折り曲げます。そしたら上からでも下からでも構いませんので、縦のラインを2つ折ります。そしたら今見えてるクイーンが見えなくなる方向にこのように折り曲げます。そうするとこちらを広げられますので、このように広げるとこちらからクイーンが見えるようになります。あとは上下と広げて、残りを広げると自動的にクイーンが貫通、こちらを向くようになります。私もよくわかりませんけれども、この状態とこの状態は同じ状態であるというものです。超古典トリックですが、作りさえすれば誰でもできますし、錯覚が強く結構不思議に見えますので、ぜひ作って試してみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。持ってもらっている人には目をつぶってもらう等のいろんな演出が考えられると思います。練習は絶対したくないっていう方にはいいのではないでしょうか。というわけでまた次回お会いしましょう。バイバイ。